時は今千年の呪縛は破られた吹く風に突き上げろ自由のパジュラを蘇る理由さえ正義の意味さえも今は知らないお前だけれど吠えろ前期前期いつか出会うきっと胸に刺さるような祈りを込めた瞳にそうさ前期前期その輝きこそ愛という無限の力だバジュラオン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  その昔縁の小津に命を受けし赤き御法の寄進ありその名を前期前期混合の力にてこの世を跋扈せし魑魅魍魎どもを瞬く間に払い沈めたりそして今この世に災い現れし時無敵の鬼神前期は再び蘇らん。偉大なる暗黒神様は大変お怒りですよ。申し訳ありません。縁の大津の血を引く小娘と鬼神の力の結束はなかなか手の枠。言い訳無用だ。大見え切って出て行ったくせに。おいで、アンジェ。その衣装は祓い師のもの。どういうことですか、カルマ様。アンジェにはあなたたちとは違う特別な力が秘められている。鬼神の力、手に負えぬのであれば封印するしかありません。え、封印？かつて縁の大津がしたようにでありますか。そうです。グレン、ゴーラ、あなたたちにいいものを差し上げましょう。これは下方面。下方面、その面を用いれば憑依獣の力を十二分に高めることができるでしょう。はあ、カルマの構成は本格的になりつつあるというのに、あの子と来たらちっとも成長しとらんわ。いやいや、わしらの知らぬところで中身は成長しとるもんじゃ。こう、なんていうか、胸なぞこのわきわきと。さん、いい生活指導のおつもり。遠野さん、今年に入ってからかなりの遅刻ございますわね。その最近カルマの攻撃がきつくてですね。待ってってば。その通り、遅刻でございます。おつもり。遠野さん、天野さん、ひとみさん、土屋さん、どうしてもっと早く来られないんですか。
ドミー、あんたが悪いんだよ。迎えに行ってもなかなか出てこないから。だって私朝弱くって。土屋は頭悪いし。なに、おつぼねは足腰弱い。なんちこれ以上遅刻したり赤点取ったり生活態度が悪かったりしたら即刻停学していただきますからね。まったく、おつぼねも極端なんだよね。遅刻したくらいで停学なんてさ。今日で今月何回目だよ。わかんない。遅刻しないように今夜は早く寝ましょう。でも明日は試験だぜ。徹夜で勉強しなくちゃ絶対赤点だよ。カンニングでもするか。ダメよ、絶対ダメ。ああ、私はいっそ人間やめて鳥にでもなりたいよ。何言ってるのよ。とりあえずお互いやれるところまでやってみましょう。そうね。おう、いいよな、お前ら単純で。天野も頑張るの。わかってるよ。はあ、はあ、やだな、こんなに覚えるの。でもみんなに会った手前赤点取るわけにもいかないし。はあ、定額を取るべきか安眠を取るべきか、それが問題だ。ああ、なんだこりゃ。お前ジオムとなんかいいことあんのか。試験も何もない妖怪とは違うのよ。誰が妖怪だ。うるさいわね、邪魔しないでって言ってるの。何このお勝ち面か。これだけあれば大丈夫よね。あとは神様にお願いして、どうか明日は目をパッチリ覚めさせてください。よし、寝るぞ。自信ないな、私いくら寝ても眠いんだもん。ああ、時間を気にせずぐっすり眠れたらいいのにな。その願い叶えてやろう。誰？うまくいったようだな。あと二つ、鬼神の封印にふさわしい憑依銃を作り上げなくては。どうしたアンジェ。何でもない。まただ。なんだこの勘に触る妙な幻影は。なんだこの胸騒ぎは。急ごう。相当強いやつが来てるに違いねえぜ。待ってろよ、今俺様が行って食ってやる。あ、これ、お待ちなされ、善鬼殿。しかし何が起こるというのじゃ。
4人で約束したんです。たとえダメでも精一杯頑張ろうって。でもね、もうすぐチャイムは鳴り終わります。時間前に来たのはあなた一人、他の3人は影も形もないじゃありませんか。本当にどうしちゃったんだろう。私も本意ではありませんが、約束は約束です。私ちょっと見てきます。遠野さん、あなたは早く教室へ。なんて空かしら、こんな空今まで見たことない。来ました、土屋ひとみ山野、早く早く。うん、うん、どうしたのよ、早く何してんのよ。どうしました、遠野さん。なんか、三人とも堂々と遅刻するなんていい度胸です。それとももう定額の覚悟はできているというのかしら。それならそれで。先生、遠野様黙ってらっしゃい。私の考えが。先生下がって。なんだって。先生下がって。なんですかその口の聞き方は。遅刻だって。私には関係ないね。時間なんて人間が勝手に決めたんだ。やっぱり憑依されてんのね、あんたたち。なんでこの3人が憑依されなきゃならないの。にしてもここじゃ場所が悪すぎる。こんなところで3人が憑依獣になったりしたら。遠野さん、何するの。待て。遠野さん、土屋さん、ひとみさん、天野さん、どこへ行くんです。定額になっちゃうんですよ。くそ、なんでひとみたちが憑依されなきゃいけないの。これがカルマのやり方なのね。うまそうな匂い振りまきやがって。今日は大量だぜ。ゼッケ。待っていたぞ。グレン、さあお前たちの欲望を解き放て。そんな。浜野、下方面。前期ここに元臨。グレン、おじきやがった。前期待って。待つんじゃ、ジアキ。待つんじゃ。チャキボンちゃん、憑依獣が現れたの。友達を助けなきゃ。バカ者めが、この町中の正気に気づかんのか。キャツラめ、何かよからぬことを企んどるに違いないというに。
千秋は友のことで頭がいっぱいじゃ。まずい、行くぞ。お姉様、少し休んで。この正気、いつものものとは違う。憑依の身だけのものではない。カルマめ、何を企んでやがる。あれは、まさか火星ノズヌが使われたという伝説の鬼神封じの陣。アンジュ、こいつが胸騒ぎの元ってわけか。やめさせてやる。オンマリシエリソワカタイマケン。自分が何をしているか分かっているのか。アンジュ、やめろ。やめるんだアンジュ。何、貴様、ここから先へは行けんぞ。その男、俺はその女に用があるんだ。無駄だ。アンジュは鬼神封じの陣の中で瞑想状態に入っている。いくら語りかけても外からの声など聞こえはせぬ。アンジュ、やめるんだアンジュ。アンジュ、まただ。またあの妙な幻影が私の心をすみる。誰なのだ、私を呼ぶのは誰なのだ。アンジュ、やめるんだ。この男、アンジュのことを知っているのか。カルマ様の態度といい、邪道士が人間のオズの技を使うことといい、待ちやれ。青二歳目、うまくやりおったな。何しやがる。話しやがれ。もう走れ。これはソーマ。くそ、話しやがれ。ソーマ来るな。ここに来ちゃダメだ。ティアキ、前期殿をこの場から話すのじゃ。話しやがれ。ダメじゃ。このままでは前期殿も千秋も石にされてしまうぞ。なんじゃと。やめろアンジュ。この技、オズヌのジジイと同じだ。奴ら俺様を封印する術を知ってやがったのか。これがアンジュの力なのか。やめるんだアンジュ。心の奥底まで悪魔に売り渡してしまうつもりか。貴様それでも影公園の仲間か。何、千秋、前期殿。お前なら封印を解く方法が絶対に見つかる。いいガキじゃけ、この金は後で100万倍にして返してもらうぞ。聞いてんのかジャギー。いいガキじゃけ、忘れんな、俺様を救えんのはなお前だけなんだ。お嬢ちゃん、ジャギー、前期殿は最後の力を振り絞って千秋をお助けに。
前期。見ろ、鬼神は完全に封印された。我らの勝利だ。そんな嘘よ。前期、瞳、土屋。